マルコス・パウロメス・キータ、ロニー・ロペスは、ブラジルベレン出身のポルトガル人、サッカー選手。オリンピアコス FC 所属。ポジションは MF。ブラジルで生まれ、4歳の時に、ポルトガルに移住。2006年に、SL、ベンフィカのユースチームへ入団し、2011年に、イングランドのマンチェスターシティ FC へ移籍した。2013年1月5日、 FA カップのワトフォード FC 戦で後半43分に、ダビド・シルバとの交代でプロデビューを果たし、後半アディショナルタイムにプロ初得点を記録。17歳と8日での得点で、マンチェスター・シティの史上最年少得点記録を更新した。翌2013から14シーズンには、ユースチームでプレーし、UEFA ユースリーグでも活躍を見せた。 2014年1月21日、フットボールリーグカップのウエストハムユナイテッド FC 戦で先発フル出場し、2アシストを記録した。2015年8月28日、リーグアンのエース、モナコへ完全一席。2019年8月14日、セビージャ FC と5年契約を結んだ。2020年7月29日、オグック・ニースへ。 買取オプション付きのレンタル遺跡が発表された。2021年8月17日、オリンピアコス FC へのローン遺跡が決定。ポルトガル代表として2013年に UEFAU-19 欧州選手権に出場した。ありがとうございます。